こせるよ。はい、それは。こせるよ。スラリスチャンネルでーす。いるこれ。いる？わからない。わかんないよ。はい、じゃあまず一つ目。一つ目は。待って。企画名、企画名。デレン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 。見てのと、あ、みんなごめんなさい。ハニーズ、これハニーズです。今回はハニーズで秋服購入してきました。じゃあそれを紹介していきたいと思います。みんなはね、まだ秋冬買ってないと思うんだよ。秋冬？秋服でお願いします。みんなはね、まだ秋服買ってないと思うんだよね。うちらが一番乗りって感じ。そう、だからもうみんなの参考になれるように早めに買ってきたんで、もう一番乗りぐらいかな。うん、一番乗り。じゃあ紹介していきたいと思います。レッツゴー。で、早速紹介していこうかなって思うんだけど、やっぱりみんな自分のね、お母さんとかにお洋服とか買ってもらうじゃない。だから、まあ、うちらが選んだんだけど、うちらのマミにも意見を聞いていきたいと思います。まあ、うちらはもう何でも保護者だから、保護者がないとね。すごい、今保護者だからって言ってたよ。大丈夫？さやとりさんが保護者みたいになってるけど大丈夫？はい、じゃあまず一つ目、コーデュロイバケット。え、どこにあるのかな、どこにあるのかな。いや、ここだよ。え、そこか。あ、残念。え、だから何やったらの。お嬢は、あーちゃん、色違いにしたお。白と、ブラックです。ブラックです。モコモコみたいな。ちょっとアウターとかに使われるような、ほら、こういうやつ。すごいなんか、ふわもこみたいな素材なんだけど。来た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 。ほら、こんな感じの素材。え、わかる？なんか、ふわふわに見えない。ちょっと近いね。なんか、白だけど、素材がコーデュロイだから、なんか、いいね。うん。暗くなりすぎなくて。値段1280円だって。安い。じゃあいいよってこう言っちゃいそうな値段だね。確かにね。アサヤ自体がもうバキハ好きだから、すごい嬉しいなって思う。夏用のバキハしか持ってなくて。はい、じゃあ2つ目、一斉のお客じゃーん。イラストプリント T シャツ、てってれーん。さあ、とりさん、ちなみに1サイズです。で、これはさゆみが選びました。で、リサの分も買ったって感じですね。うん。で、もう早速着たいんだけど、もうボトムスも一気に着たいので、ボトムスは、じゃーん。デニムストレートパンツですね。はい。色はアイボリーで、SS でございます。はい。じゃあ早速、この2つ着ていきたいと思います。はい、着替えました。じゃーん。回りすぎ。で、まあ、ズボンの裾はこんな感じで、うちは折りたたんでます。すごい跳ねてるよ。うん、うちはまくんなくても大丈夫。こんぐらい、こんぐらい、1回ぐらい折っても可愛かった。グッティング。なんかさ、リサ結構全身さ白っていうかさ、ラテカラーっていう感じだけどさ、これはこれでおしゃれだよね。うん、なんかベルトもさ、とりあえず締めたやつだけど、なんかおしゃれに見えた。確かに、まとまってる。うち、うん、ワントーンコーデっていうかな。全身黒コーデだったりするから、うちにしてはレアかな。ちなみに後ろにもなんかロゴ入ってたね。あ、こんな感じなんだ。こんな感じ、文字がね書いてある。生地はなんか裏起毛とかにはなってなくて、薄手の感じだね。薄手。冬とかだったらこれにパーカーとか羽織って、まあ、学校で過ごせそうだね。うん、まあ、3000円ちょっとでこのね、トップスとボトムスがね、手に入っちゃうってことだね。うん、この組み合わせでめっちゃ好きかも。うん。じゃあ次ね、紹介していくんだけど、シャツ系が3枚あるのよ。だからちょっと羽織ってみる。うん、じゃーん。羽織よ。で、これがカーキの S サイズのゆるシャツってやつで、サヤは色違いで S サイズのブラウンで、これはサヤだけなんだけど、シアーシャツのコフグレーっていう色で、サイズは同じの S で、これもさっきと一緒でサヤが選びました。で、うちはサヤがブラウン買ってたから、うちはカーキ買ってみようかなと思って買いました。はい。で、これは今着てる服に合うかわからないんだけど、とりあえず着てみようと思います。ちょっとね、今ね苦戦してるの。
ボタンが硬い。ボタン止めるのも外すのもちょっとやりづらいかも。ぶっ飛ばしちゃいそうでちょっと怖いわ。ただこれは閉じて着ることがあるのかっていう。確かに。だから一回開けちゃうよ。うん。だから一回開けちゃえば大丈夫ね。羽織るからね、うん、ちょっと寒い、前閉めようかなって言った時最悪みたいな。あ、確かに。開いた。あ、ちなみにポケットのボタンはすぐ開いた。ボタンの下り長いっていう。で、かわいい。こちらね、もうこんな感じの丈だね。私もこんな感じ。なんか白帽子とカーキの色が絶妙にいい感じになってる。サヤは帽子外した方がいいかなと思って外したんだけど、リサはめちゃくちゃなんか合ってる。袖感は？袖の長さはちょっと長い。袖感はちょっと長かったんだけど、袖出してみた、これ白いの。わ、閉まるってすごい。まあ許容範囲だよね。うん、サヤこんな感じ。このぐらいオーバーサイズでも。じゃあちょっとサヤ、このシアーシャツも羽織ってみる。服に合うか置いといて、こんな感じ。シアー素材だから透けてます、ほら。何指でしょう。人差し指です。ちょっとこれよりもラフに着れそうって思った。グッティングって。ここは何をするのか、ちょっとこのまま引きわかめ。色が色が浮きわかめっぽいんだよ。今ちょっと値段見て思ったんだけど、うん、シアーシャツが1480円。安い。結構このシアーシャツって春ぐらいからめっちゃ流行ってるんだよね。うん、だけど値段見るとどれもめっちゃ高いんだよ、このシアー素材っていうのが。うん、これがね、1480円っていうのはめっちゃ安いと思ったんだけど、あれ？タグは1980円になってる。どっちが本当なのかがちょっとわからないですね。ママが払ったお金は1480円。ここについてるのは元の値段でセールになってたのかな。500円割引。でも1980円でも安いと思った。うん、確かに。シアー札に比べると高いけど、まあ、この生地感だったらいいのかなっていう感じだね。確かに。もう秋口だったらこれアウターでいけるでしょ。いける。うん、そう思うと安いかもしれない。じゃあ次いきます。じゃあね、次ちょっとゆるい感じのやつなんだけど、じゃーん。なんかキャラクターいる。はい、これは何でしょう。ブブー、ハンギョドンです。サヤのピーのやつ。そう、ハンギョドン。サンリオのハンギョドン。そう、かわいい。誰がハンギョドンにしたの。うちはね、ポムポムプリンとシナモンロールと迷った。サイはもうハンギョドンしか着たんだから。サイズがうちは S サイズで、サイは M サイズです。これ1480円なの。こっち1980円。あ、やっぱセールなんだ。セールで500円ぐらい安くなってるんだね。うん、はい、じゃあ早速着たいと思います。じゃーん。じゃーん。ここにね、ハンギョドンって書いてあるの。ここハンギョドン、ここにもいる。かわいいよ、ほんとに。素材が薄手で軽い感じだね。涼しい、うん、さっき多分分厚いの着てたからっていうのもあるけど、涼しい。涼しい。半袖パンがずっと欲しかったの。うれぴったんす。なんかサヤとかリサって服の素材によっては痒くなるじゃん。だけど今のところ大丈夫そうだね。これも綿 100%。 なんかネイビーのチェックのシャツとか中に着て袖出しても可愛いかなと思った。あ、確かに。あ、なるほど。じゃあ次の服着たいと思いまして、次の服はこれに下を足そうと思います。じゃーん。タラン、タランタンタンタン。これはオーバーオールでーす。オーバーオールでーす。また買ったの。オーバーオール。何着目これ。これはなんかリサが欲しいとか言ってでも、サーが欲しいっつって選んだよ。どっちでもいいけど。まあでも、この濃い色はないかな。うん。S サイズ。こっちも、パンも。色が、二人ともインディゴですね。うん、インディゴ。インディゴ。インディゴ。どこにゴーすんの。恐竜の名前。インディゴ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 。よくわからなくなった。じゃあ、早速開けて着替えたいと思いまーす。着替えてみました。ちょっと隠れちゃうんだよ。サヤは一回裾を折り曲げて、でリサは裾を2回折り曲げました。こんな感じです。あ、ダボっとしてて可愛い。うん、いい感じ。まあこれのいいところは色だね。汚れが目立ちにくいからめっちゃいいと思った。何こぼしても大丈夫。さあ、いや、墨とかこぼしたらあれだけど。あ、ここめっちゃポッケ。
大きいんだね。そう、デザインが携帯入れんのそこに。で、落としつも入れてる。こうやってやったら撮影もできる。え、オーバーオールといえばね、バケ派だよね。バケ派だもん。かわいいじゃん。はい、じゃあ次行きまーす。じゃーん、とじゃーん、すごい。じゃあまず上の服からの紹介なんですけど、これはタイダイプリント T シャツで、うちは S サイズ。さあ S サイズ。あ、同じだった。1280円、安い、安い。で、下のゾーンの方なんですけど、カットフレアパンツで、うちは SS で、さらも SS です。カットフレアパンツはなんか結構愛用してるね。うん、ちょっと確かに丈が短くなってたからって感じ。新しくって感じ。結構こういうパンツって丈が短いとダサく見えちゃったりとか、確かに。あとは靴下とのバランスがちょっと絶妙にちょっと変とか、ああ、あるね。あるじゃん。ある。足長効果あるパンツなのにさ、丈短いとさ、足短く見えるよね。わかるわかる。でも厚底と一緒に履くから長い方がいいんだよ。でもこれ大人用だから、もしかしたら長すぎちゃうかもしれないけど、早速着てみたいと思います。はい、着替えました。おー、丈はちょうどいいんですけど、ウエストがちょっと結構大きかったです。じゃあもう一応ね、ベルトはしてるんだけど、まあベルトだけでちょうどいいかなって感じ、ウエストは。で、丈はこんな感じ、もうちょっと長くてもいいかなって感じ。うん、そうだけど、 S サイズにしたら今度ウエストが長くなっちゃうから、まあ SS がちょうどいいかなって感じだね。ウエストはこんくらい開きます。多分サヤの手3つぐらい入るぐらい。上の服のサイズ感はちょっと大きいんだけど、まあこのくらいの服は結構持ってるから大丈夫かなっていう感じで、サヤは？サヤはちょうどいいって感じ。ちょっとダボっと着る感じにはなっちゃうけど、生地は結構薄手だね。うん、めっちゃ薄手か。多分これも綿だよね。これもね、多分綿100とかじゃない。はい、じゃあ最後なんですけども、ごめんなさい、ダンボールを抜けてしまいました。はい、じゃーん、たったらー。これはリサだけですね、最後。うん、これはベストアンサンブルで S サイズです。次はパープルオフです。はい、じゃあ早速着替えてくる。お、はい、今ね着替えたんですけど、バケハが似合いそうなのでバケハをかぶりたいと思います。さゆみもね、今バケハかぶった。こんな感じかな。え、紫似合うんだね。うん、こんな感じ。紫にこの白 T と白の帽子が合ってる。うん、思い切ったね、紫。思い切った。あ、そうだね。犬の服だから。なんかちょっと白い長袖みたいなところと、この紫のベストはなんかつながってはなかったです。別々だね。うん、だから単品でも着れるってことだよね。そう、サイズぴったりじゃん。ぴったり。なんか最初この白い長袖着た時ちょっとでかいかもと思ったけど、紫のベスト着たらぴったしって感じ。うん、ちょうどよくなった。うん、なんかさ、髪の毛とこの服がちょっといい感じに合ってるっていうか、この外巻きな感じが合ってるからすごい似合ってる。お、これは重ね着になっていて2着セットで1480円。うん、もういいじゃん。なんかその白 T すごい着心地良さそうなんだけど。なんかめっちゃ気持ちいいよね。え、触り心地良さそうだよ。なんて言うんだろう、なんかこれとはちょっとまた別な感じ。ちょっと違う、しっとりしてるね、うん、生地がね。確かに。ちょっと帽子交換してみようよ。ん、うん、いいよ、あのディアゾディ。オッケー、さやのスタンバイは OK。 新しいね、かぶり方。なんで、あー、全然黒もいいね、リサ。さや白似合わないかも。似合ってる。なんかさ、これでいい感じになんない？あ、いい感じ。わかる。あ、かわいい。この組み合わせもいいね。この組み合わせかわいい。黒も似合ってる。黒だと締まるね、なんか。確かに。ボトムスも黒だから。黒黒みたいな。はい、ということで、今回はハニーズで秋服、お買い物してみました。結果、バケハ
だそうです。でもバキャは意外と何でも合うって感じだよね。うん、何でも合った。うん、しかもかぶっとけばおしゃれに見える。おしゃれに見える。トレンドに見える。皆さんもぜひハニーズでお買い物してください。この動画いつもドラッグとボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。バタンバタン。